こんにちは、なんとか帰ってきた翔太です。今回なんですけど、ショーをですね、花嫁がやってきたっていうところで性能を見ていこうかなというふうに思います。私としてはですね、攻撃回数が増えたり耐久性が上がったりした場合は基本的にはもうどのサーバーでも取らない、いうふうな方針を立てていて、メインのアカウントに関しては蓄力が剥がれなくなれば取ろうかなというふうに思っているので、性能ですね、確認していきたいなというふうに思います。どうしようかな、どこから見ていきましょうか。まずはちょっと花嫁のところ見ていきますか。ここかな、ショーの花嫁ですね、見ていこうと思います。ちょっと下はですね、まだ見ないでおこうかなと思います。私はセルフで隠しています。いいですね。まず、ドレスなんですけど、ダメージ反射耐性 25%。 反射耐性反射耐性、そんな火力求めてないけどな。で、防御力レベルかキラ80で、指輪の方に知力レベルかキラ80ついているのは、これはめちゃくちゃ優秀ですね。やっぱり知力値ですね、使うのであれば、スキル2を使うのであれば、ショーの知力値っていうのを上げておきたい性能になりますんで、知力だけ上げようかな。指輪だけ取るは全然ありかなというふうに思います。劉備の時も、劉備はドレスだったっけな、劉備ドレスで、購入することで、確か筋力値上がったかなと思うんですけど、花嫁かあえてせずにドレスだけ購入するっていう方結構いらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますので、そういったですね、使い方になってくるかなというふうに思いました。あれ、劉備開いた。劉備の花嫁に関してはそうですよね、こっちに筋力があったんで、ここで筋力値上げるために、ドレスだけ私も取りました。花嫁化はあえてしていない、っていう風な使い方をやりましたね。それではショーの花嫁化の性能を見ていこうかなという風に思います。まずパッシブですけど、攻撃力 58%、 防御力レベル下級262、さっき80追加されてましたよね。で、 HP 上限 58% と知力値の2倍分筋力ダメージカット、MP400 倍とレベルかける400と、物理回心ダメージ耐性 60% で、体力レベルかける300と、状態上耐性 120%、武器のところが MR の武器が知力レベルかける280、攻撃力 21%、 MP レベルかける280と、なので知力上げるのちょっと大変なんですね、今思ってみると。で、知力レベル、UR1000 の武器で知力レベルかける260、攻撃力 19%、 MP レベルかける180となっています。それではですね、ちょっとドキドキしますね。花嫁スキル見ていこうと思います。もうちょっと私の中では割とすでにうんって感じなんですけど、自身のダメージ無条件で 75% カットされます。で、自身が浮遊した生後状態が解除されたとき 50% の確率で解除を無視。やっぱりこの辺の落としどころになるよな。どうしましょうかね。蓄力が 50% の確率で剥がれないのはありがたいんですけど、それだったら別に大使命でよくねっていう気持ちがあるんで、もうちょっと下見ていきましょうか。スキル、なんて、問1解率？何これ？スキル1ですね。スキル1、発動終了後4ターン内で残り HP パーセンテージが最も低い味方4名を正規聖護と構成聖護にする。構成聖護、ショーにつきましたね。で、正規聖護で流血状態耐性を 50% 増加。なんで反射ににゃんわり強くするって感じですね。反射ににゃんわり強くするというか、反射系のキャラクターって基本援護聖護持っているんで、そこで流血になりにくくすると。で、構成は毎ターンを増やした HP 上限の 20% の HP 回復。これ一定量の HP 回復だったんで、固定値の1万回復とかかなと思ったんですけど、パーセンテージの回復でしたね。毎ターン付与者の HP 上限 20% 回復なんで、HP 自動回復が 20% ついた感じになりますね。で、これ4ターンなんで、合計すると 80% 分回復できるんで、地味に回復量としては高いかなというふうに思いました。で、次がスキル2の方ですね。スキル2が発動終了後、敵に致命傷を与えた場合、このスキルを1回追加発動する。これはセーフかな。私もあくまで戦役目線でしか見てないですけど、でも戦役目線でスキル1行動増えてんのが一つ。で、スキル2の方は敵に致命傷を与えたら追加発動なんで、よかった。致命傷を与えた場合でよかった。致命傷を与えない場合やったらもうほぼほぼ確定で、スキル2が2回攻撃になってしまうんで、それはやばかったですね。
スキル攻撃時自身知力値の16倍と最大攻撃力の 100% ダメージが入る。まあこれはよくあるやつですね。花嫁化でよくあるやつです。まあ知力値16倍は結構高い気がしますね。で自身が致命傷を受けたとき致命ダメージを無視、あ、致命ダメージ無視になりましたか。で異常状態かい全て解除して 80% HP を回復、4ターン間蓄力整合になるの。おマジか。蓄力整合になり攻撃力状態状態性ダメージ反射耐性 80% 増加で、残り HP パーセンテージが最も低い味方に自身 HP 上限の20から、40% の HP を回復させる。あ、回復か。これは結構ありですね。異常、まあ、欲を言うなら異常状態を解除しながら、味方回復してくれると、まあ、流血対策もできていてよかったのかなと思いますけど、まあ、でも正規整合で流血耐性は 50% 上がってるんでそこでなんとかしてねって感じですかね。自分に蓄力か。でもなんか味方に蓄力の方が嬉しかったな。で、味方の残り HP が低いほど回復量が高くなる。で毎回回復前味方の異常状態を2つ解除、ああよかったよかった、2つ解除しながらいけるんですね。優先的に流血状態を解除、おおやるじゃないですか。でこの効果は最大2回発動可能と。戦役目線で言うと、戦役目線でばっかり話して申し訳ないんですけど、ないですね。というのはこれ落ちた時にいろいろ行動挟まってるじゃないですか。蓄力整合自分に付与したり、味方回復させたり、味方の異常状態解除したり。なんで、ね、このキャラクター、まあ戦役だともう落ちない運用になりますね、どうしても。で落ちない運用にした時に、まあ、スキル1の行動が少し多くなるっていうところは少し気がかりではありますけど、まあ、これはバフが増えるだけなんで、まあ、そんなになんか全体の秒数に影響はしないかなと正直思います。スキル2の攻撃回数が、まあ、変に増えなかったんで、まあ、そこは良かったですね。まあ、ただ連鎖ダメスキル解放してしまったらもう 75% ダメージカットと2回致命ダメージ復活になっちゃうんで、まあ、基本的には少なくとも3回攻撃を受けないと落ちないですし、まあ装備とか外したとしてもその 75% ダメージカットの上で、まあ、影光の付与とかもあったりするんで、まあ、ちょっと正直敵の攻撃で落ちるかって言われると落ちなくなっちゃうかなというふうに思うので、まあ、ちょっと闘技場だとめちゃめちゃ強いですね。闘技場目線のキャラになったなっていうふうに思います。でこの遠差ダメスキルなんですけど、まあ、やっぱりちょっと注意してほしくって、解放してしまうともう剥がせないんですよ。剥がせないというかもう元に戻せないんですね。パッシブとかであればもう最悪ですけど、まあ、最悪初心追走すれば戻せるんですけど、これは戻せないんで、戻せないところにこんなものがついてしまうと個人的にはかなり厄介かなと思いますので、まあ、やっぱり、まあ、当初の予定通り取らないですね。私は基本的には取らないでおこうかなというふうに思います。あ、でもここの蓄力 80% になってんのか。あー、でもこれ自分にですよね。何回読んでも自分にですよね。自分にか。味方の蓄力付与やったらな、よかったんやけど。で、まあ普通にですね、スキルは変わってなくて、残り HP パーセンテージが最も低い味方6名、4ターンの間、霊王整合にして、2ターン影光整合にして、MP の12倍ダメージ吸収で、ダメージ20から 40% カットと。で、2ターンの間、最大攻撃力が最も高い味方4名を蓄力整合にして、攻撃力状態状態性、ダメージ反射耐性 60% 上昇。で、自分には4ターンの間、でかい影光を張って、MP の40倍、ダメージ20から 40% カットと。いう風なものを付与すると。あ、でも影光に対するケアっていうのは全くないんですね。剥がせない影光にもなってないんで、耐久面も言うて 75% ダメージカットだけだと心配ですね。まあたくさん整合状態は付与できるキャラクターなんで、まあ、それぞれが 50% 解除無視って考えると、まあ、解除されにくいのかもしれないですけど、まあ、全解除されてしまうと結構厳しいのかなというふうに思いました。スキル2は敵に6名に 600% の砲術ダメージと自身の MP の40倍ダメージと。で、毎回攻撃前に 100% の確率で敵の全ての有益状態と3つの整合状態を解除。同時に 100% の確率で2ターン内で敵を風波弾薬にしてダメージ 50% 増加。知力値がもっと敵より高いと状態状態性を 100% 無視。で、全ての攻撃を残り HP パーセンテージが最も低い味方に、総ダメージの 40% の HP を回復させ、4ターン内で味方6名を霊感整合にすると。
いうふうなものになっていて、スキルには敵に致命傷を与えたら追加活動できますし、知力値の16倍と最大攻撃力の 100% ダメージが入ると。まあ闘技場だと追加攻撃してほしいんですけど、まあそれはでもそれはそれでなかなか、あ、まあ致命傷か、まあ結構育成しないといけなくなりましたね、これは。ちゃんと使おうと思うと育成するなら、まあ遠差ダメスキルを発動する意味っていうのはあるかなと思いますけど、まあちょっとお手軽に使いたい方には正直向かないかなというふうに思います。むしろあのマイナス面が大きいような気がするんで、まあ個人的にはまあスルーかな、スルー推奨かなというふうに思います。ちゃんと育成できる方はとっても問題ないかなというふうに思いました。まあもともと私が当初の予定通りですね、の感じになったかなというふうに思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。